この番組は静岡県 JA 共済福祉事業団の提供でお送りします。清水地区の名門入江スワローズ、創設30年を迎えた去年は県大会ベスト8に輝いた。バッテリーを中心に最少失点で勝利をつかむ野球が特徴だ。入江スワローズキャプテンの青木壮太です。コントロールには絶対的な自信があります。堂々としたマウンドさばきが特徴のサウスポー。試合中に心がけていることは？周りの仲間を信じてフォアボールを出さないことを意識しています。あとは打たれてしまってもすぐに気持ちを切り替えることです。練習では自分を追い込むことを意識しています。自宅にナイター完備の練習場を作ってくれた家族の期待に応えられるような選手になりたいです。将来の夢を尋ねると、プロ野球選手になって沢村賞を取ることです。そんな青木くんのボールを受けるのはなんと女子選手。キャッチャーの岩下渚です。司令塔として常にチームを盛り上げることを意識しています。打撃守備の両面でチームを引っ張る中心プレーヤー。自信のあるプレーは？キャッチングに自信があります。ピッチャーに気持ちよく投げてもらうのはもちろん、際どい球でもフレーミングをしストライクを取ってもらうことを心がけています。岩下さんには野球を続ける明確な目標が。中学生になったら公式に挑戦するのでレギュラーとして全国制覇をしたいです。頑張れ未来のメジャーリーガー。